松田的スーパーヒーローラジオ、さつみのプレゼン。わーい、すごい強そう。すごくない？これちょっと見えますか？ダンダダダン、ウルトラマンタイガデラックスタイガスパークでございます。なんかすごくない？これさっちゃんのさ、うん、なんだろう、体型で持ったら、うん、もうガチモンのサイズみたい。そう、なんかほんまにさ、このまま戦う人みたいでしょ。うん、すごいよ、すごいよ。そう、なんか高そう。お子さんだったら多分これがデカすぎるかもしれないよね。あ、そっかそっか。まあ、デカすぎるってことは絶対ないんだけど、うんうんうん、なんかさっちゃんはね、ぴったりサイズって感じ。そう、このまま生まれてきましたみたいな感じ。やだなあの、ひろゆきでさえこのまま生まれてきてないからさ、ね、嘘ついたんですけど、うんうん、そしてご覧ください、これお分かりいただけるだろうか。チャラチャラちゃん、チャカチャカそうなの。あの、我らさ、この企画で仮面ライダーをね、やることが多いから腰に巻くっていう印象がすごい強いんだけど、これはこういうね、わー、あのこうやって全部が引っ掛けるやつ、カラビナね、方式になってて、これも普通カラビナってさ、うんうん、ここをこうやって内側に、親指のところ内側に入れたら普通取れるじゃん、うんうん、けどそれだと取りにくいのよ、うん、だからこれを下に見える、下に下げるフックがあって、そうなの、これを下げる、うん、下げるってやると取れるようになってるから。なるほど、ね、ずっと気になってたの、本編を見ながら、うんうんうん、これすごい。カラビナってね、なかなか取りにくいもんね。取るときに親指でどうやって取るのやろうと思ったら、普通に親指を下げて外すだけで取れるから、これ賢いと思って。すごい、ちゃんと変身しやすなってるわ。そう、しかも、うん、その一番初めはさ、うん、タイガ、うん、タイガからタイタスフーマじゃん、出会ってる順番が、うん、だからその順番かと思いきや、一番低い、うんうん、この一番取りやすいところにタイガが来てるの。なるほどね、なるほどね。そうそうそう、まだフーマのやつをつけてる映像っていうのはね、あの週的に出てないんだけど、そうだね、そうだね、きっとこうなるはず。なるほど、3つ並んだら。確かに、まあでもそうよね、一番最初にさ、何もない状態から一番端っこにかけへんもん。そうそうそう、確かに、あの絶対後から出会うぞみたいな、ね、感じになっちゃうから、一応真ん中がタイガで、今のところタイタスと来てるので、きっと風磨がここにつくでしょう。なるほど、なるほど、いう感じでございます。綺麗、やっぱりなんか宝石感というかさ、なんか子供の頃にワクワクしたジュエルを思い出す。え、そうなのよ、意外とね。そう、これとかさ、見える、じゃんじゃじゃん、こうオーブレットなんだけど、ドラマンのドラマンオーブレット、こういうブレスレットの形になっていると普通につけられるし、で、あれね、はい、その冒頭の一番初めの頃に出てきた、はい、ウルトラマンルーブロストレッドっていうのが出てきたんだけど、はいはいはい、本編に それ聞いた時に、え、ロストレッドじゃないのと思って、そのヒアリングじゃ何用の話でか分かんなくて、でもロストそのものが赤っていう意味だから、はいはい、ロストレッドってなんか赤やし、そうだ、ね、どういうことって思ったら、あ、普通にブレスレットのレッドだけ取ってんのねって。そういうレッドなんや。なんか私もなんて言ったんやろうと思った時に、 YouTube で見るとさ、上に出るのよ。あ、そう、公式チャンネルで見ると、これこの商品だよって言って出てきてくれるから、うん、レッドって書いてあるとは思ったけど。そうなの、そうなの。これか。みんな分かってないと思う、分かってないというお子さんはねと思うけど、これブレスレットのレッドだよということでございます、うん、そしてせっかくなのでね、はい、この子をですね、電源は、はい、電源がここにあるんだけど、はい、電源をオンにしまして、うん、突然音が鳴るよ、はい、電源入れんのマジで忘れるから気をつけてみんな。はい、そうなのよ。これつけちゃうとね電源入れられへんからね。そしてそして、はい、じゃあ どれを見せようかな、まあ、普通に変身する感じにしてみようか。はい、じゃあ大体みんなね、はいはい、まあ、分かりやすいのでいくと、まあ、さっき取っちゃいけなかったわ、はい、まずこうやって見せて、これをこのね、バネが、あ、押しちゃった。よし、ああ行くよ、ここをこのボタン状になってるのを、はい、こっちに向かって2本の指で、あ、下がったってやると音が鳴りますってなった時に、これを取る、カチッって取って、光の勇者タイガーってちゃんとこの子を紹介してあげてから、右手に持ち替えます。音が変わるよ。この間に今タイガさんが顔を出してて、
次にバディーってやってゴー。カメラ位置高っ。あーすげえ。そうなの、ちょっとカメラ位置を調整していただきまして。めっちゃかっこいいやん。そうなの、あのちゃんとバディーゴーができるように高い位置に変えていただいたんだけど。そうなの、今回これ何よりね大事なのが、はいはい、こう持ち替えて、はい、こうちゃんとこれをね右手の真ん中ぐらいに持って、こっちとこっちが連動するようになってるから。そうなのよ、手の中に持つだけで反応するってこと。そうだから、これ本編見てる時ってこうやってやってて、普通にさこう持ってるだけ持ち替えてて、どうすんのやろそれでって思ってたら、これでも反応するようになってんの。何かを押すってわけじゃないってことだね。押さない、何も、もう持ち替えるだけ。すげえ。持ち替えて、そしたらそのちょっとまあ効果音的な強めの効果音が鳴った時に、この時にはもう完全にバンクはあのタイガだけです。はい、でタイガが消えたら人間になってバディーってやって、次の瞬間にゴーでございます。なるほど、そうスタイルなんですよ。すごいね、なんかすごいでしょこれ。よくよくで、これとここの真裏が連動している、うん、もうなんか、ま、ライダーのさおもちゃとかでもさ、うん、ここでガチャンってやったらここで反応するっていうだけでもびっくりしたけど、うん、びっくりするけど、手に握っただけで、そうだから、なんか超人の右手になったみたいでしょ。やば、さっきわからんわ。あとだから1個、さっきのバディーゴーの時に、うん、あの目線とかまで気にするならばなんだけど、はいはい、バディーの時から若干そのやっぱ怪獣はでかいからさ、 あ、はい、そうあいつが変なことをしないように、はい、若干上の方を見ながら、はい、バディーってやってる時に目そらしてないの一回も。なるほど、見とるんやな。そうそうそう、こっちに抱え込むわけじゃなくて、見たまんまやったままグオーにしていかなきゃいけないから。なるほど、見てた方がいいよとか。ました、あそう、さっきあれやり損ねたかもなんだけど、風魔、あ風魔しにごめん、タイガね、タイガ、光の勇者タイガってやってる時もつい力入れようと思ってさ、腕がこうなりがちやん、なんだけどこの時もちゃんとスパークを見せてる状態でやった方がいいとか、細かいとこがあるのでぜひぜひやってみてほしいなと思いますけどね。 まあ別に慣れてるわけではないのでゆっくりやろうね。わかりました。はい、じゃ あ、 あの流れる感じでいってみるよ。はいはい、ちょっと見てて、あの、あ今タイガの時だよって言ったら、りっちゃんタイガっぽい感じ出してて、わかった、いけるかな。はい、じゃあやりますよ。よしよし、じゃあいきます。あ、ちきさま、ね、音を切ってしまった。光の勇者、タイガ。あ、そう、今りっちゃんいけてるよ。いきます、バディーゴー。やったら、あ、間違えた。すげえ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 。ここね、意外と尺が長いから、まだウルトラマンだけど、いや、すごいすごいすごい、これは楽しい。本当ちょっと目そらしちゃいましたけど、本当はずっと怪獣をね、見ながらやってみてくださいということで、いやー、普通にめっちゃいろんなところ喋っちゃったわ。めっちゃ楽しいな、これ。いやー、もうこれもね、あの、ぜひ、あみあみさんで売ってますんで、よろしくね、ということで。はーい。さつみのプレゼンでしたー。うわー。うわー。松田的スーパーヒーローラジオ、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。